ごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。巨大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前、王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は、口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度、響いた銃声は、砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。
賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。お怪我はありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。あなたの役割は、黒い敵によって歪められた記憶の物語を修復すること。そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。